どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、なんと、アメックスのプラチナカード、またね、アメックスのプラチナビジネスカードですね、年会費改定ということで、残念ながらですね、年会費上がります。ということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、今回ですね、アメックスの個人カードのプラチナカード、またね、ビジネスカードのプラチナ、こちらね、両方とも年会費が14万3000円から16万5000円にですね、年会費アップということで、まあ私個人的にはですね、昨年1年間ですね、保有させていただいて、まあ私はね、ちょっと、 あの、特典をね、うまく使うことができずにですね、あの、考えた結果、ま、あ解約ね、させていただいたわけなんですけども、アメックスのプラチナカードね、保有されている方、かなりいらっしゃると思いますし、またね、アメックスのね、プラチナのビジネスカードね、保有されている方、まあ、かなりね、いらっしゃるかな、なんていうふうに思いますので、ま、あ今回ですね、年会費が上がるとともにですね、特典もね、一部追加になるっていうふうになりますんで、これね、解説やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければな、と。 思います。ということで、こちらはね、公式サイト、アメックスのね、プレスリリースで出ております。プラチナカード、アメリカンエクスプレスビジネスプラチナカードに関するお知らせということで、えー、2023年9月13日、プラチナカードとアメリカンエクスプレスビジネスプラチナカードは、特典サービスを拡大し、年会費改定を行いました。またね、サービスが拡大に伴い、以下の規定を追加、えー、改定いたしますということで、えー、今回ですね、プラチナカードの方には、スマートフォンプロテクションありますよね。こちらね、先日紹介したばっか なんですけどもこのねスマートフォンプロテクション一部ね改定されますまたねアメリカンエクスプレスのビジネスプラチナカードの方はビジネスサイバープロテクション保証規定追加ということでまたねメディカルコンサルテーション利用規定まマこちら改定されたということで追加また改定がね来ているって言った形になりますでまずですねアメックスのプラチナカード個人カードからね見ていきたいなと思うんですけれどもすべての瞬間が想像以上ということでこちらねアメックスのプラチナカードの最 取っってていただになっておりましてまずね、一番最初に、えー、追加になるのが、プラチナカード更新で2万円分のトラベルクレジットをプレゼントということで、えー、こちらね、えー、見ていきたいなと思うんですけども、まずこちらのね、特典が追加になります、えー。継続の感謝を込めて、アメリカンエキスプレストラベルオンラインホテル予約で、えー、利用できる2万円のトラベルクレジットを付与いたしますということで、こちらね、ご利用条件ですね。 まず、えー、利用できるのは、基本カード会員様、ご本人様ということで、えー、家族カードの方は利用することができません。で、対象カードはですね、アメックスのプラチナカードと、えー、ビジネスプラチナカード、両方ともね、こちら利用することができます。で、内容なんですけども、2万円分のトラベルクレジットっていうのがね、もらうことができて、こちらはね、対象カードを更新していただいて、年会費を支払った後にトラベルクレジットをもらえるっていう形になります。で、利用方法としては、アメリカンエクスプレスのトラベルるっ オンラインというねサイトがあるんですけれどもこちらで予約したものは対象っていう風になっておりまして一回4万円以上のホテル予約をね事前決済する際にこちらがね利用することができるっていたになるんですよねですのでまあ2万円の分のねトラベルクレジットはもらえるんですけどもまあ4万円以上のホテルじゃないと利用することができないっていたになりますですのでまぁ、あ、2枚は払わなきゃいけないっていうところですかねまあこれね正直ねこの条件をねなくしていただければねもっとめちゃくちゃ めゃいいサービスになると思うんですけども、まあね、こういった形になります。で、有効期限はねえ、付与日から1年間ってった形になります。まあ、利用方法はですね。 え、こちらにね、書いてありますので、まあ、今回のね、サイトは概要欄に載せておきますんで、気になる方はですね、こちらね、見ていただければなぁと思います。で、次ですね、グローバルダイニングキャッシュバックということで、対象レストランの利用で20%キャッシュバックはね、利用することができるって言った形になります。で、こちらですね、国内外の対象ダイニングで年間最大4万円のキャッシュバックはね、利用することができて、予約困難の人気店、予約いただけるプログラム、 極み50も対象っていい出しになってるみたいですね。ちょっと私はね、この極み50ってのは存じ上げないんですけども、まあこちらのね、人気店も利用することができるって言ったしになります。で、こちらのね、特典は基本カード会員ご本人様、家族カードは利用することができません。で、対象カードはね、アメックスのプラチナカードのみということで、こちらビジネスプラチナカードは対象外っていい出しになります。で、対象のダイニングで年間4万円キャッシュバックのね、内容なんですけども、え、キャッシュバックは年間3万円 最大合計4万円 a b 期間それぞれ最大2万円キャッシュバックということで a 期間が1月1日から6月30日 b 期間が4月1日から12月31日ということで国内外の2000以上のレストランが対象っていう風になっておりまして日本国内のレストランはこちらね注意してくださいポケットコンシェルジュを通じての予約 また、事前決済した場合のみがね、こちら対象っていう風になります。ですので、こちらね、通さないでね、予約したものに関してはね、対象外になってしまいますので、こちらは注意してください。海外のレストラン検索は、予約サイトに掲載されているレストランへの直接支払いのみが対象。ホテル内のレストラン利用の場合、レストランへの直接決済した場合にのみ対象。部屋付きにした場合は対象外って言った形になります。まあ、こちらのね,ね、ダイニングのね、キャッシュバックに関してはですね、 海外のレストランもね、利用することができて、またね、海外は予約サイトにね、掲載されてるレストランを直接支払いでね、利用することができるっていうふうになりますんで、これはね、結構いいのかな、なんていうふうに思いますかね。まあ、海外旅行でね、レストランでね、利用される方ね、結構多いかな、なんていうふうに思いますんでね。はい、こういった形になります。こちらもね、利用方法ね、こちら下の方に書いてありますんで、各自ね、チェックするようにしてください。 それでは次にですね、ショッピングということで、アメックスプラチナカードはですね、ラグジュアリーショッピングっていうのがあるんですけども、これがね、キャッシュバック、20%キャッシュバックはね、利用することができます。こちらもね、新しく追加になった特典ということで、こちらね、対象カードはアメックスプラチナカード。こちらね、家族カードも対象なんですけども、これね、ちょっとややこしいんですけども、このキャッシュバック特典はね、対象外ということで、このラグジュアリーショッピングっていうのはですね、アメックスプラチナカードの特典に入っているものっていうふうになっておりますんで、 このキャッシュバックに関しては、家族カードはね、対象外っていう風になります。で、こちらですね、事前登録の上、対象ブランドの店舗にて、1回決済につき20%キャッシュバック、年間最大3万円までキャッシュバックいたしますということで、こちらね、アメックスオファーにて事前登録が必要っていう風になっておりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。 で、次ですね、エンターテイメントということで、映画もドラマも装備も見たいものを全部見よう、フールだぞんでお得に満喫ということで、こちらね、対象のサービス利用していただくと20%キャッシュバックということで、デジタルエンターテイメントでね、キャッシュバックはね、利用することができるみたいですね。で、こちらね、詳細なんですけども、対象のサービスで毎回20%年間最大12000円キャッシュバックということで、まあこちらね、エンターテイメント利用する際に ですね。キャッシュバックはね受けられる特典ということでご利用いただける方は基本カード会員ご本人様ということで家族カードはね利用することができません。で対象カードですね。アメックスのプラチナカードということでビジネスカードは対象外っていう風になります。でキャッシュバックのね内容なんですけどもキャッシュバックは毎月最大1000円まで最大1万2000円までっていった割にになります。で対象サービスはダゾーンですね。フ u ネットフリックスまあこの3つがですね。 え、利用することができるっていう風になっておりまして、まあ、ここでね、毎月、最大ね、1000円まで20%がですね、キャッシュバックがね、受けられるって言った形になります。で、こちらもですね、アメックスのね、オファーから事前登録がね、必要みたいなので、こちらもね、利用方法ね、えー、カード持ってる方はぜひね、チェックしてから、え、利用するようにしてください。それでは次にですね、こちらね、プラチナカードのですね、規定集なんですけども、今回ね、 こちらですね、スマートフォンプロテクションが改定されましたということで、ちょっとね、内容を見ていきたいなと思うんですけども、2023年9月13日改定ということで、2023年6月1日からですね、このね、スマートフォンプロテクションっていうのはね、少し拡大されたんですよね。で、また今回ね、9月の13日以降ですね、年間総額が15万円に変更されますということで、こちらね、かなり大幅にね、アップいたしますよね。ですので、2023年の9月の13日以降はですね、 えー、年間支払い額の限度額はね、今まで10万円だったものが15万円、ね、引き上げていたはずになります。まあ、金額だけね、変わるっていう風になりまして、えー、6月からですね、このね、今まで2年間だったのは3年間になったりですね、またね、一時期のね、面積が5000円にね、下がったりとかね、ありましたけども、まあ、今回ね、年会費が上がったタイミングで、保証額はですね、年間15万円までっていうふうになりますんで、まあ、10万円でもね、十分になったかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、まあ、 iPhone の新型15がね、昨日、今日の朝か。 はい。発表ありましたけども、まあ、大体がね、15万円以上ね、してるようなね、機種ばっかりですんで、まあ、これでもね、まあ、いいのかなっていう感じがしますけども、まあ、ひとまずですね、このアメックスプラチナカードを保有されている方は、基本的にね、あの、通信料ね、アメックスプラチナで決済していけばですね、まあ、アップルケア等々はね、いらないかなっていう感じですかね。で、こちらの特典に関してはですね、一応ね、基本カードまたは家族会員のいずれか1台ということで、両方ね、修理することはできないんですよね。 まあ、どちらかはね、利用することができるんですけども、これね、一応ね、家族カードもね、利用することができるわけなんですけども、家族カードが利用したら本カードは利用できないみたいな。まあ、そういった認識になりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと。 思います。ということで、アメックスのね、プラチナカード、個人カードね、年会費16万5000に引き上げということで、まあ今までね、14万3000だったのが16万5000ということで、2万2000ぐらいね、年会費が上がるって言った形になります。で、請求のタイミングなんですけども、2023年11月1日以降の請求分より、新しいね、年会費適用っていうふうになりますんで、 今ね、アメックスプラチナ保有されている方は、11月1日以降の更新分からですね、16万5千円適用されるっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、またね、2023年9月12日までに申し込みされた方は、初年度の年会費は14万3 0円で、2年目以降は16万5千円。 え、2023年9月13日以降に新規申し込みされた方は16万5000円が適用されるっていう風になりますんで、え、この動画出ているのはね、9月の13日っていう風になりますんで、これから発行される方は16万5000円がね、適用されるって言形になります。まあ、こういった感じでね、発表されましたので、まあ、個人的にはですね、年会費が高いなと思ってた、このね、アメックスプラチナカードなんですけども、残念ながらですね、2万2000円ほど年会費上がるっていう風になりますので、まあ、 今回ね、あの内容を見て、えー、アメックスプラチナカード保有されている方はですね、ぜひね、えー、今回のね、この追加の特典で、この22000の年会費のアップ、まあどう思うかっていうところをね、コメントね、いただければなと思います。まあ個人的にはですね、もともとね、年会費が高いなと思っていたところで、今回ね、年会費アップっていうふうになりますんで、このね、アメックスっていうのはですね、まあなかなかね、あのプライオティパスがね、レストラン特典使えなかったりいたしますんで、まあ、ちょっとね、残念な部分がちょっとあるんでね、今回のね、年会費のアップは、ね 残念だなっていうふうに思っております。それでは次にですね、今回ね、個人カードもそうですけども、プラチナカードのね、ビジネスカードも年会費が上がるということで、まあ、タイミング等々はですね、個人カードと一緒で、まあ、先ほど申し上げた通りですね、9月の13日から新しい、ね、年会費が適用されるっていう風になりますんで、2023年9月の13日以降ですね、新規で発行された方は新しい年会費がね、適用されるって言った形になります。またね、ビジネスカードの方をですね、新しいね、特典 が増えておりまして、先ほどね紹介させていただきましたアメックスのねトラベルオンラインもねこちら利用することができるっていう風になります。でこちらですねビジネスカードねのみの特典ということでビジネスフレーズーオンリーということでね年間最大三万円キャッシュバックということでビジネスパッキングプログラムっていうのが開始になります。でまたですね賠償額の費用などの保証ということでビジネスサイバープロテクションっていうのも追加になるということでまたね年間十回まで無料 で、利用可能、え、オフィスパスっていうのが、10月にですね、提供定。 ということでこちらまだね詳細見れないみたいなんですけどもまあこういうねオフィスパスっていうのも今後ねサービス開始になるって言った味になりますではねこちらはビジネスバッキングプログラムということでピューアーサムデジタル関連の支払いでも通年でキャッシュバックは受けられますということで広告費でも経費節約実現デジタルツールもコストを抑えて導入可能ということでこちらねアメックスのねプラチナビジネスカードにね利用することができて基本カード会員様のみがね利用 することができ受えることができるって言った感じになりますこちらね事前登録の上本特典対象加盟店にて半年ごとに合計20万円以上利用していただくと1万5000キャッシュバックまたねキャッシュバックの総額は年間3万円まで利用することができてプログラムの期間は1月1日から6月30日。 7月1日から12月31日、利用することができるって言ったはちになります。で、対象仮面店がですね、この Google 広告とかメタとかね、アドベでしたっけはい、こちらがね、利用することができるって言ったはちになります。まあ、こちらはですね、a m e x スオファーからね、事前登録して利用することができるようですので、まあ、こちらもね、公式サイト載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。 それでは次にですね、賠償保証金などの費用を保証ということで、ビジネスサイバープロテクションっていうのがえ追加になります。これの詳細がですね、こちらになっておりまして、ビジネスサイバープロテクション保証規定ということで、こちらね、え個人個人事業主が業務を遂行する上で、サイバー攻撃及び情報漏えまたはその恐れを禁止して、 法律上賠償責任を負担することによって被むる損害を保障する保険がつきます。ただし、えー、保障額は一法人個人事業につき年間200万円といった形になっております。で、こちらはですね、えー、損害金額等ということで、一法人個人につき年間200万円までね、保証が受けられるっていうふうになりまして、サイバー攻撃とかですね、情報漏え、またその恐れがね、 あって、賠償責任を負ったときにですね、こちらはね、保証していただける。またね、この費用の保険金とかも、年間100万円をね、限度に、まあ、保証していただけるって言った形になるんですよね。で、事故対応の関連費用ね、まあ、ここら辺の費用が、まあ、ここのね、あの、100万円を限度に保証されるっていうふうになっておりまして、まあ、ビジネスカードならではのね、保証っていうふうになるわけなんですけども、まあ、こういったのがね、追加になります。 それでは次にですね、今回ね、このビジネスサイバープロテクションっていうのと、このね、メディティルコンサルテーション利用規定がね、改定されたみたいなんですけども、これね、改定内容がね、ちょっとね、書いてないんですよね。 これちょっとね、理由がわかんないのと、どこか改定されたのがね、ちょっとね、わからない部分がございますので、もしね、気になる方に関しては、こちらに関してはね、ちょっと申し訳ないですけど、私もね、カードを今持っておりませんので、えー、デスクの方にね、確認していただければな、なんていうふうに思います。いつもね、アメックスの規定が変わるとですね、こちらスマートフォンのね、えー、規定なんですけども、こういった感じでね、あの、変更あればですね、記載されるんですけども、ちょっとね、 こちら、記載がね、あの、変わりましたよっていうのがですね、どこにも書いてないので、えどこが変わったのか、ちょっとよくわからないって言った形になりますんで、追加だったらね、追加って書かれると思うんで、多分何かは変わってると思うんですけども、ちょっとこちらの内容はね、わかりかねますので、カード保有している方はですね、デスクの方にね、確認していただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回ですね、アメックスプラチナとアメックスビジネスプラチナがですね、年会費改定ということで、まあ一部ね、特典も、 追加になったわけなんですけども年会費14万3000円から16万5000円、ね、引き上げということで解説させていただいたわけなんですけどもえぜひ、ね、カード保有されている方はですねコメントでねえ感想を教えていただければなと思いますでまたですねアメックスプラチナ保有しているとアメックスのセンチリオンラウンジって利用することができますよね こちらはですね、ニューヨークのニューワーク空港にですね、2026年にですね、オープンするっていうのはね、昨日ね、発表されましたので、アメックスのね、プラチナカードを保有されている方はですね、こちらね、まあ、2026年ということで、3年後にはなるわけなんですけども、ニューヨークのニューワーク空港にですね、新しくね、オープンするっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。 私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやってますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ